僕は燭台切り光忠、青銅の燭台だって切れるんだよ。やっぱりカッコつかないな。僕は燭台切り光忠、伊達政宗公が使ってた刀なんだ。政宗公に対して悪い感情はないけど、名前の由来が人を切った時にそばの燭台まで一緒に切れたからってのはね。いくら青銅の燭台とはいえ、もうちょっと強そうなものだったらかっこよかったんだけど。8周年を迎えたね。8は末広がりのおめでたい数字ってね。僕らの行く先もそうあってくれればいいな。